はい、どうも山崎らです。今回の動画ですね、こちらのね、レンズに着目してですね、このね、レンズの魅力をご紹介していきたいなと思っております。はい、でまずですね、こちらがニコール Z MC105mmF2.8VRS ということで、このね、レンズは私ね、2回目購入した、まあ、買い戻したレンズということになっています。なぜね、買い戻したかと、まあ、言いますと、まあ、1回目ね、まあ、しばらく使わないかなって思って、まあ、手放してしまったんですけど、まあ、再度、買おうと思った時にですね、やっぱりずっとこう、イメージに残っていたのが、各パーツですね。はい。まあ、商品であったりだとか、まあ、人物のね、まあ、口元を撮ったりだとか、まあ、手元を撮ったりだとか、まあ、そういった時に、めちゃくちゃ使えるレンズで、しかも、中望遠としてもね、使えるレンズになってるので、結構ね、私、業務でも、まあ、使ってました。はい。まあ、そういったところも含めて、再度、やっぱりね、これはどうしても残しておきたいレンズだなというふうにね、思いまして、買った、まあ、レンズでもあります。で、まあ、今回ね、こちらのレンズを再度ね、ご紹介したいなって思ったのが、先日ね、撮りました、富士フィルムさんの、X106 ですね。はい。こちらのね、オープニングのシーンだとかは、このね、Z8 と MC105mm で撮りました。はい。まあ、なので、まあ、そういったところも含めて、結構ね、ああいった手元のシーンだとかもね、非常に使いやすいレンズに、ね、なってますし、結構その遠目からね、撮れるっていうところも、まあ、魅力的なね、レンズになってるんじゃないかなって思います。はい。で、特に私はね、まあ動画ユーザーなんで、まあこれをね、まあどのように使っているかと言いますと、まあ一番多いのは、まあ商品かな。はい。商品をね、撮ることが、まあ非常に多いかなって思います。まあそれは、写真も動画もそうですし、サムネをね、撮るときにも結構ね、こちらのレンズを持っていって撮ることがね、非常に多いという形になっています。で、まあざっとね、この外観ね、見ていただきますと、結構ね、この MC105mm って価格帯の割にはですね、まあ、非常に装備が、充実している、まあ、レンズになってまして、まあ、パッとね、見ていただきますと、ここね、はい。まあ、ここに、レンズのね、ディスプレイがついています。はい。まあ、最近はついてないね、単焦点のレンズ、まあ、例えば 85mm だとか、あと、プレナだとか、はい。まあ、このあたりね、画面ついてないんですけど、まあ、やめちゃったのから、ちょっとわかんないですけど、はい。まあ、こちらね、MC105mm は、価格帯が今14万ぐらいかな、はい。だと思うんですけど、まあ、そんなね、レンズがこういったね、ディスプレイがついていたりだとか、で、さらに、これ、名前の通り、VRS というふうにね、書かれてますけど、手ブレ補正がね、レンズにもついてるわけなんですよね。まあそういったところで、まあ、Z8 はもちろん、まあ APS-C 機のね、まあ Z30 だとか、はい。まあ APS-C 機の手ブレ補正のない、ボディ内手ブレ補正のないカメラにも使えるっていうところが、まあ非常にね、私にとっては推しのね、ポイントになっております。はい。で、あと、まあ、ここにね、ちゃんとファンクションのね、ボタンがあったりだとかもありますし、はい。で、今、ここね、今、フードつけてますけど、これね、はい、これね、ND フィルターつけてるんですよ。はい。ND フィルターつけてても、結構ね、この中が、まあ、レンズと、この、周りのね、幅があるんで、72mm の、まあ、ND フィルターね、つけてるんですけど、それでも、フードがね、つくっていうところも、私はね、魅力的なポイントかなって思います。はい。フードつけて、撮影する方がいい場面もね、結構ありますので、まあ、こんな感じでね、つけられます。はい。まあ、なので、105mm で、F2.8 で、特に外のね、シーンとかでも、このように、まあ、ND フィルターね、つけることができるというところも、まあ、メリットかなって思います。で、まあ、これね、フィルター径が 62mm になってるんで、62mm の、まあ、ND フィルター持ってたらいいとは思うんですけど、やっぱね、私が持ってるレンズっていうのは、大体大口径な、レンズが多くて、基本のね、フィルターは、まあ、82mm が、まあ、メインでね、統一してる感じになります。
で、サブで 72mm の、まあ、フィルターをね、使うようにしていて、で、こちらの MC105mm には 72mm 系の ND フィルターをね、使っているよという形になっています。はい。まあ、なのでね、本当に使いやすいですし、先日のね、X106 の、まあ、様子も、このね、ND フィルターをつけた状態で撮っております。あと、まあ、ジンバルのね、セットアップのシーンも、もちろんね、こちらのレンズで撮ってて、やっぱね、写りがめちゃくちゃいいんですよね。はい。まあ、その、中望遠ならではの、まあ、圧縮効果とですね、まあまあ、ほぼ、背景は、ボケてて、まあ、わかんないかと思いますけど、まあ、そういった形でも、まあ、使いやすいレンズになってて、本当にね、いい感じで撮れるわけなんですよね。まあ、だからこそ、私はね、こちらのレンズを、まあ、もう本当にレギュラーのね、レンズとして、使っているよという形になっています。で、あとはですね、まあ、いろいろと私もね、撮影の現場があって、料理を撮るとか、料理をしているシーンをね、撮ったりとかもまあするんですけど、まあ最近はね、ジンバルばっか使うわけではなくって、手持ちでね、撮ることも非常に多いわけなんですよ。まあなので、手持ちで撮ってても、まあやっぱりね、手ブレ補正もまあ強力ですし、で、今回その X106 をね、撮ってた時っていうのは、うちのね、妻の方に、持ってもらって、まあ撮影ね、してもらったんですけど、うちのね、妻は、娘ね、小学校3年生の娘に腕相撲が負けるぐらい非力な、方なんですけど、まあそれでもこのね、まあ Z8 と MC105mm のね、この組み合わせで、まあ撮影ね、してくれて、まあまあ多少ね、ブレてましたけど、いい感じでね、撮れてたので、まあ非常に良かったかなって思います。はい。まあ、ニコンの中でで言うと、まあ結構ね、まあ軽いレンズに部類するね、ものになってるので、まあそういったところのね、使いやすさもあるのかなって思います。やっぱね、50mmF1.2 を使ってたりだとか、あとタムロのね、3550を使った後とかでね、持つとですね、めちゃくちゃ軽いなって思うわけなんですよ。はい。まあそういったところもあってですね、結構、まあこの軽さもね、気に入ってるポイントになっていますね。あとはですね、まあ、やっぱり、まあ、お花を取ったりとか、まあ、虫を取ったりだとか、はい、まあ、そういった時にも、まあ、使いやすいですし、で、やっぱり、その、ボケ感もね、綺麗なボケ感してくれますし、まあ、タワーボケもね、結構綺麗に出てくるので、まあ、そういった用途にもね、使えるので、結構ね、思いのほかこれ、万能なね、レンズだなって思ってます。はい。まあ、ほんと何でもいけるんじゃない？まあ、距離さえね、焦点距離さえ合えば、まあ、全然ね、何でも使えるんじゃないかなって思います。やっぱり、近い距離での、まあ、商品のね、撮影の場合は、商品がね、大きくなりすぎるんで、そういった時は、まあ、50mm に切り替えたりだとか、まあ、するケースはあるんですけど、まあ、それ以外については、まあ、ほぼほぼね、一通り、使えるんで、はい。まあ、そのあたり、ね、本当に使いやすいですね。うん、まあ、バランスもね、非常にいいので、はい。いや、これね、やっぱね、一本ね、持っておくと、めちゃくちゃいいレンズだと思います。っていう感じかな。はい。私にとっては、本当に、もう、レギュラーのレンズになってるんで、まあ、楽しいですね。はい。とにかく、撮っててワクワクしますし、やっぱね、マイクロマクロの世界って面白いですよね。で、まあ、ここからはちょっと、まあ、最近、こう、ニコンさんのね、話題がないので、まあ軽くちょっとね、雑談チックに、お話ね、していきたいなと思うんですけど、まあ新製品のね、噂が、まあ出てましたけど、まあ CP プラスでのね、展示だとかもね、なくって、結構なんかこう、落ち着いたね、雰囲気ですよね。まあ、3月にも入っちゃいましたし、何かしらね、出てくるのかなって思ったんですけど、まあ、おそらく、まあ予定はね、結構してたと思います。はい。まあなんですけど、まあ例えばね、この Z8 をね、発売した時に、まあ、何点か問題がありましたよね。はい。リコール問題というか、はい。一つが、レンズがね、こう付けられなくなるというね、ことがあったりだとか、あとね、このストラップ部分が、取れる危険性があるというね、まあ、リコールというか、不具合というか、はい、まあ、ありましたけど、やっぱね、
ああいったことがあると、まあ、なかなかやっぱりこう信用問題にね関わってくるものになるので、新製品のね、まあ発売もですね、そこら辺は慎重になっているという感じなんじゃないかなって思います。はい。で、あとはまあ今噂に上がってるのが、まあ、Z52 という部分と、Z63 ですね。はい。で、あと、まあ、ZH だったっけ？はい。まあ、これはね、ちょっとこう、嘘っぽいんですけど、まあ、H っていうこと自体、私はね、ないと思うんですけど、別の名前でね、出てくるカメラがあるかもしれないんですけど、まあ、そこはね、ちょっと、まあ、疑ってるところになりますね。まあ、なので、ちょっと私的には、やっぱり、まあ、早く、Z63 が来てくれないと、ちょっとなんかね、まあ他の、まあカメラもね、気になったりとかもしてきているので、いや、ここでちゃんと食い止めてほしいなって思います。はい。あとね、もう一個レンズですよね。はい。レンズも、35mmF1.2 がね、まあ直近で出ないかなって思ってたんですけど、まあ出てこずということで、まあ本当はね、あれ2023年に出す予定のはずのレンズだったので、いや、それもちょっとあれっていう感じですよね。はい。まあなので、はい、まあ待ってたんですけど、もう今のね、状況でいくと、まあもうなくてもいいかなって思ったりとか、何かしらのレンズと入れ替えてもいいのかなって思ったりとか、まあちょっと出てみないと何とも言えないですけど、まあプラスアルファのまあ何か 35mmF1.2 がこう普通に出るのではなくて、まあ何か特徴を持ったねレンズが出てくると、まあさらにね、まあ魅力が広がるんじゃないかなって思ってます。はい。まあちょっとその辺考えてるのかもしれないですけどね。はい。プレナが結構ね、思いのほかインパクトがまああって、あれめちゃくちゃいいレンズだなって思ってるので、どっちかというと私は 85mm よりも135の、まあ、プレナの方がね、まあ欲しいなっていうところですよね。まあ全然85は使えてないので、はい。まああのあたりと、まあ何か、まあ 35mm と入れ替えるのか、ちょっと他のねカメラを、入れようかなって思ったりとか、まあいろいろ考えてるところにはなるんですけど、まあ何かこうね、ニコンの方から情報がね出てくると嬉しいかなって思ってます。はい。ということでね、最後までご視聴ありがとうございました。またね、次回以降の動画もご覧いただけたらなというふうに思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよならー。